ナンバー・アイの登場で蘇る出版業界の希望。平野氏陽騎士ユタ神宮寺ユ太タの影響力が日本経済に及ぼす波紋。日本のエンターテイメント業界において新たなムーブメントが始まっている。元キングプリンスへのメンバーで構成された新グループ、ナンバー・アイ、ナンバーワンがその存在感をますます強化している。 彼らが登場すると、雑誌からアパレルまであらゆる分野で異例の売り上げを記録し、日本経済に新たな息吹を与えている。本校では、その背後に隠れた要因や彼らがもたらす影響に焦点を当てる。ナンバーアイの爆発的な影響力ナンバーアイは、平野志洋、神宮寺勇太、岸裕太の3人からなるグループで、 その結成からわずか1か月足らずですでに強烈な存在感を示している。その最新の成功例が11月15日に発売されたナイロンジャパングローブルイシュー04での表紙を飾ったことだ。この号はテーマがアクスチャンギングラブレターズラブレターの文通で36ページ1万字以上にわたるロングインタビューがファンに送られている。 雑誌は発売前に重版が決定し、要約が殺到したという。その反響は SNS 上でも抜発的で、告知動画はわずか数日で320万回以上再生され、ファンからは興奮の声が寄せられている。高級アパレルとのコラボで市場を席巻ナンバーアイの成功は雑誌だけにとどまらず、高級アパレル市場にも飛び火している。 例えば、9月28日に発売された雑誌、l ジャパンでは、平夜が表紙を飾り、その後即完売となるなど予想外の反応が起こった。同様に、11月1日に発売された g q ジャパン1 2月号特別版も人流時の表紙が話題となり、予約が早くも終了してしまった。岸も SNS での投稿がきっかけで、 コンビニのホットスナックが飛ぶように売れ、全国で品切れが相次いだ。その一方で、平野は個人の SNS アカウントを活用し、高額なアパレルアイテムを着用する姿を披露。それが直接的に商品の売り上げに結びつき、数十万円するアイテムが即日品切れ状態となるなど、メンバーの個々の影響力が明確に示されている。 出版不況を打破する新たな波現在、出版不況に悩む日本のメディア業界において、ナンバーアイの登場は新たな希望をもたらしている。近年、雑誌や書籍の売り上げは低迷し、書店やコンビニの雑誌売り場も縮小傾向にある。しかし、このグループが登場すると、途端に事態が変わり、雑誌の重版が相次いでいる。 ファンの熱狂的な反応とともに、ナンバーアイは日本のメディア業界に新たな息吹をもたらしている。彼らの SNS 力が日本経済に波及うナンバーアイは独立後、個々の SNS アカウントを積極的に活用しており、その影響力は計り知れないものがある。平野、騎士、人流児の3人の合計フォロワー数が700万人に迫ろうとしている。 これにより、広告案件が増加し、彼らの存在が日本経済全体に及ぼす影響が大きく期待されている。ナンバー・ I の台頭は、単なるエンターテイメントグループの成功にとどまらない。彼らが引き起こす波紋は、出版業界やアパレル市場だけでなく、広告業界や日本経済にまで及んでいる。 彼らの独自のアプローチと SNS を駆使した発信力は今後ますます注目され、彼らが日本経済をどのように牽引していくのか楽しみでならない。これからの動向がますます注目される。